はい、どうも、いらっしゃい。はい、どうも、いらっしゃい。あ、薬飲もう。飯食って薬飲もう。寝てないよ。寝ないで仕事行く。おはよう。まあそういう日もあるっつうか、まあ寝ようと思ってなかったから。うん、ハゲさんいらっしゃい。ツイッターでめっちゃ因縁吹っかけられてきたわ。なんかツイッターでめちゃめちゃ喧嘩売られたんだけど、結局論破してやったらなんかすげえ負け惜しみみたいなこと言われたわ。人格否定された。風船ありがとう。めちゃめちゃディスられたわ。風船ありがとう。ああ、金玉かゆいよな。スインドルいらっしゃい。良、かったかどうかわかんないけど。良かったかどうかはわからん。正直。なんかめちゃめちゃなんか絡んでくんだよね。
まあ、どこにでもいいんだろうな。なんか文句言いたい人、風船プレゼントありがとう。おお、クリスマスブリーツリーありがとうございます。ありがとうございます、ハゲさん、あざーす。ハゲさんツリーありがとうございます。すげえな、これ一発いくらだっけ。2500円だよね。やばいね。ありがとう。じゃあダンベルやります。よいしょ。ありがとう、こんな高級なもん。2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、あーきつい、11、12、13、14、あー16、17、18、19、あー20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、ありがとうございます。きっつ。ありがとう。すげえな。金持ちだね。バブルだね。いきなり来たね。ありがとう。そう、スクワットは、だんだん、鍛えてきて面白くないって言われたから、ダンベルに切り替えたわ。ダンベルの方がきつい。ありがとうね。ありがとうございます。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、ハゲさんフォローありがとうございます。あれでもハゲさんって、もともとあれじゃなかったっけな。フォローしてなかったっけ、俺のこと。知らなかったっけ。バブルだね。アイテム投げる人ほど厚かましくない。そうそうそう。要はね、ずうずうしいやつほどね、アイテム渡したりしないもん、フォローもしないで言いたいこと言ってるだけよ。うん、そう、厚かましい人ほどそうなんだよ。うん、そういうもんよ。アイテムしてくれる人ほど質の高いリスナーですよ。ごめんなさい。何？なんか刺さるもんがあった。なんか刺さるもんがあったの。質の高いリスナーほどアイテムって。別に見てるだけで応援だと思うよ。見てる、コメントするは応援の一種だと思ってるから。俺はアイテムする人だけがファンだとは思ってないよ。うん、貧乏なファンと、金持ってるファンはいるでしょ、そりゃ。初花火は和道さんに投げたので許してください。いいよ、いいじゃん。まあ、月に1回ぐらい花火一発投げてくれると嬉しいかな。金困ってないでしょ、雨。1000円ぐらい困ってないでしょ。おー、愛花いらっしゃい、久しぶり。なんかちょっと和道にお小遣いあげようかなっていうのも大事よ。配信業だからね、それでやっていけるから。大人は月一発花火、和道に和道に囲ってるよっていうアピール、和道大好きだよっていうアピールね。嘘つけよお前、年収800万でお前貧乏とか言ってんだけど、私の旦那年収800万以上あるアピールしてたろうがよ。よく言うわ。
よく言うわ、バレてんだよ。騙されねえかんな、俺。そんな時だけ極貧とか。もうすぐ原付免許、当日更新行くのが面倒。あ、面倒だね。面倒だよね。わかるわ。何でもかんでも金取るからな。お米買えません。嘘つけ。嘘つけ。飯作るのがだるいっつったやろだよ。まあ、日本は豊かだよな、ほんと。お米分けたよ。分けてあげるよ。分けてあげるよ、全然。分けたら分けたら、お米ぐらい、おじさん。私、過疎の配信者にアイテム投げたよ。俺にも投げろや。俺にも投げろや。いいじゃん。800万をディスしたんじゃなくて、800万は自慢できるのかなと思って。っていう、その目線ってことは800万以上稼いでるってことでしょ？自分の旦那が。そういうことじゃないの？そういうことに聞こえるけど。じゃないとそういう発想にならなくない？微妙だよねって言ってるわけじゃん。ってことは自分の彼氏がもっと稼いでるってことでしょ？違うの。俺はそういう風に受け取ったけどな。頑張ってるのは私じゃないから。まあ、まあな。まあ、旦那の稼ぎっていうか、彼氏の稼ぎは彼氏が作ったもんだからな。そりゃそうだな。神社クッキーありがとう、みほちゃん。ありがとうございます。いいね。ありがとう。応援すること大事なことよ。ああ、もういいよ。みほちゃん、もういいよ。ありがとう。冗談だからね。こっちにも投げろやっていうの、冗談だから。いいよ、いいよ。気にしないで、普通にコメント打って。お、3倍ボーナス出た。ありがとうございます。ありがとう。そんなに、困ってるわけじゃないんで。今度別荘遊びに来ませんか？あー、まあ、自慢かな。どうなんだろうね。あ、なに？あ、なに？自慢？別荘持ってんの？俺に言ったの？あ、じゃあ旅配信の時別荘貸して。酒飲んどる。そうなんだ。まあ目標金額残り13万まで来たな。がっつり稼がせてもらってますよ。がっつり。風船はお金になるよ。0.5 円かな。風船になるよ。だから2つで、
二つで1円だから、風船10個で5円。風船10個で5円。まあほんと、小銭だよね。小銭。なるなる、アイテムは全部、なる。投げちゃおうよ。投げちゃおうよ。投げちゃってください。あざーす。いや、全然いいよ、全然いいよ。あざーす。そうだね、クリスマスだしね。風船ありがとうございます。ありがとう。風船ありがとう。風船あざーす。ありがとう。風船まとめて投げられるからね。そんな、100個ぐらいの風船をバーって連打されても困るから。まとめて投げて。まとめて。コメント読めなくなっちゃうから。風船で配信者潰すことできるからね。風船100個をみんなでブワーってずっと1個ずつ投げてる。風船の投げ方、スマホ？それともパソコン？スマホかパソコンか教えて。PC かスマホかによってやり方違うけど。どっち？雨、どっちでやってる？スマホ？スマホの場合は、酒は飲んでないよ。俺酒飲まないもん。酒飲まない。スマホで俺の放送開くじゃん。スマホで。で、ちょっと待ってね。今、誰適当なの見てみるから。スマホで、で、アイテム投げるところあるでしょ？どこだ？アイテム投げるの。アイテム投げるボタンを押すときに、プラスっていうのがあるんだよ。ちょっと待って、あれ。どこだ？アイテムボタンを押すじゃん。で、プラスって押して、で、10個とか同時に投げられる。プラスを連打すんのかな？誰かスマホのやり方わかる？スマホの。わかんねえわ。なんか、その、プラスボタンを押すときあるんだよ。10個やるか100個やるかみたいな。あ、できんだ。できたじゃん。ありがとう。サンキュー。初見さんいらっしゃい。ペイさん、よろしくお願いします。和道です。わかった。また賢くなったね。ありがとうございます。チャリンチャリン入ってくるよ。小銭が。あざーす。あざーす。大事よ。投げ銭大事よ。アザース。ありがとう。気が向いた時でいいよ。なんかたまには和道にご褒美やるかぐらいの時でいいよ。普段からね、投げろっつうのもおかしい話だよ。一色抜いて投げる。あー、和道リスナーの鏡だね。鏡だよ。それでね、飯食わせてもらってるからね、俺は。
今日休みじゃないよ、仕事。まあ、変な時間に起きてたからそのまま仕事行こうと思ってるね。うん、朝活、朝活の朝配信。配信見始めた時は自分がアイテム投げるようになるとは思わなかった。うーん、まあいいんじゃない。やっぱ自分が推してる生主とか応援したくなんない。俺がファンだったら普通にファンに直接なんかできるっていい時代だと思うけどな。うん、だってさ、例えば自分が好きなバンドマンとかアーティストとか配信やってたら投げるっしょ。俺投げるよ、やっぱり。やっぱね、そう、日本人って寄付文化がないから、あんまり浸透してないから良くなくて、アメリカとか資本主義社会は絶対寄付文化が必ずあるの。稼いでる人とか好きな人にお金を渡すっていう、プレゼントするとか、ギフトをするとか、うん、そういうのは大事だと思うよ。キチガイキチガイ、配信ジャンキーだから。だからそれ活動費になるわけじゃん。その人が次の配信面白くなるんだったら、俺はアイテム投げるのありだと思うけどね。それがまともな社会だと思うよ、資本主義ならね。で、日本は一応建前上資本主義になってるわけだから、稼いでる人がさ、だって資本主義って本来さ、稼いで、頑張って稼いでる人は稼いでるけど、別に稼いでない人は稼げてないけど、フラットだよっていう社会なの。だから日本人ってなんかさ、金持ってるけど、その、偉そうにする人多いじゃん。あの、アメリカ人とかそういうことしないから。金持ってても、いや、お前関係ないじゃんって、お前の稼ぎじゃんって言うだけだからね。配信で生活できたら配信たくさん見れる。そう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 。な、応援するっていう意味で寄付文化はいいことなんだよ。自分が好きなアーティストを応援してる感覚でいいんだよ。まあ、配信者はアーティストじゃないかもしれないけど。そう。好きだけどただで見るっていうのはさ、別に貧乏だったらいいかもしれないけど、お金持ってて、まあ、和道の放送好きだわ。でも、お前にはアイテムやらない。それ泥棒と一緒だからね。そう思わない？パフォーマンスは見るけど、金は一円も払わないっていうのは、ある意味泥棒と同じ感覚だと俺は思うけど。好きだったら普通に支援するでしょ。俺結構それはガチで思ってるね。まあ別にタダで見ていいと思ってるけど。そうそうそう、実際ね、仕事してしないといけないわけだし。いや、泥棒でしょ。うん、でさ、アイテムやるっていうことは、ふわっちにも応援するってことだから、配信サイト自体を応援するっていうことだからさ、自分が普段使ってるサイトがさ、運営できなくなっちゃうじゃん。みんなタダで見てたら。でしょ？だから、サイトが伸びたりとか、するし、いいことだと思うよ。うん、何でもタダでできるわけじゃないんだから。ふわっちだってね、サーバー代とか、従業員に給料払わないといけないしさ。うん。間違ったこと言ってるつもりはないけど。そうだね。まあ、浸透していくだろうね。うん。YouTube が、ファンディングとか広告料払ったのがでかかったね。うん。YouTube がその流れを作ったから。ふわっちもまあその配信の立役者だよね。うん。まあ配信でお金稼いでいいじゃんっていう。まあ普通に何が悪いんだって話だよね。情報コンテンツで稼ぐっていうのは悪いことじゃないよ。仕事でしょ。うん。まあ稼げないやつは5万といるかもしれないけどさ、稼げるやつは稼げるだけ稼いだ方がいいんだよ。
飲みすぎんのよくないよ。飲みすぎ気をつけなよ。あ、薬が効いてきた。頭がガンガンするわ。頭がガンガンする。なんか俺変な薬飲んだかな。頭が急に回んなくなった。ぼーっとする。風邪薬ってそんな効果あったっけ。やっぱ薬はダメだな。ドラッグだな。頭おかしくなるわ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。